私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐櫻井翔、ジャニーズ事務所トップを狙う？井ノ原快彦とスタッフの橋渡し役であり、事件現場でも目撃される。嵐の櫻井翔とお笑いタレントの有吉弘行がマックを務めるトークバラエティ番組、櫻井、有吉ザ夜会。12月8日放送回は、ゲストに元 V6 井ノ原快彦と歌手の森山直太朗が登場した。櫻井は先日、井ノ原から社長名義の名刺をもらったよう。びっくりしたんです、よ。こういうの作るんだからって思って、と驚きながら話すと、井ノ原は名刺交換の機会があるため作ったのだと告白。さらに、櫻井がすごく優しくて、JR の番組とかがあって、そこのスタッフさんを、櫻井は知ってるから自分とつなげてくれたり、と、櫻井が井ノ原とスタッフの橋渡し役になっていることも明かされた。さらに、櫻井は井ノ原とスタッフが会う際、現場に来てくれることもあるといい、井ノ原は、僕、バキバキする敏腕タイプじゃないので、いろんな人たちがすっげー助けてくれる、と周囲の協力を得ながら社長職をこなしているようだ。すると、有吉から櫻井に、出世狙ってるね。ドジャニーズ事務所の幹部の座を狙っているのかと質問が、井ノ原も名刺作ってやるよ。とノリノリの様子で櫻井は悪そうな笑顔を作りながら何度もうなずいていたのだった。この日の放送にネット上の視聴者からは、櫻井くんみたいな人材なら部下にしたいよね。櫻井くんなら幹部入りもあり得る気がする。櫻井くんがジャニーズで出世するって妙にリアルだな、といった感想が寄せられていた。井ノ原といえば、11月1日、滝沢秀明氏がジャニーズアイランド社長、ジャニーズ事務所副社長を退任し、事務所からも退社したことをきっかけに、ジャニーズアイランドの社長に就任したことを発表。そのため、番組では出演者から社長いじりが行われ、井ノ原の呼び方についての話題に、櫻井は、ジャニーズルールで、先輩に対して、さんじゃなくてくん、をつける、っていうのがあるんですけど、社長に就任されてらう子、ジャニーズ JR、たちは小さい子たちですよね。さすがに、井ノ原くんとは呼ばれない？と若いタレントからの呼ばれ方について、質問。しかし、井ノ原によると、井ノ原くん、イーノッチさん、と呼ぶ JR もいるとのこと。櫻井は驚きつつも、社長になっても親しみやすいキャラクターということで、納得した様子だった。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを、購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。